今回は、ホーキンスの死亡が判明した時の読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。悲しいなぁ、カードペタ。闇のゲームテイク。なおアプーは生きてる模様。死に様でちゃんとかっこよかったわ。まあ死に方は良かったんとちゃう。抗えなかった自分を恥じてたんやなって分かったし。ワンピースで死人出たんか。不遇だとは思ってたけどかわいそう。ウルージさんは未だ不明。最終章で出るんじゃね。ラスボスやろなぁ。能力が卑怯臭いし。好感度ゼロ。とんでもねえ能力者なんやけどな。マジで死んだん。シャボンビで初めて見た時は強そうと思ってたのに、だんだん、かぶさがってきて上がらんまま死んだんかよ。でも、海賊無双には参戦できたから、仮にもルフィと並んで海を荒らす新世代扱いされてんなら、誰かの下になんかついてほしくなかったわ。ホーキンス昔は好きだったけど、ただの小物とかしてて草生えた。ホーキンスはしれっと再登場しそう。どうせ生きてるだろ。シャボンビの頃の余裕しゃくしゃくな、ホーキンスを返せ。強い奴にこびへつら浮かすだし残党。初出の時は3番手ぐらいの強キャラ感あったのにな。最悪の世代の1番の雑魚やんけ。最悪の世代のが残念だよ、いろんな意味で。活躍した人もおるけど、ローポジがホーキンスになると思ってたわ。超新星で1番株を上げた男、ウルージ。超新星で1番株を下げた男、ホーキンス。2年前までは真逆の立場だったのになぜこうなってしまったのか。2年前の時点でウルージのが株高かったぞ。言うてネタキャラ扱いやし、実力舐められてたやんけ。メンヘラ街道自殺を追い込ませたしな。最悪の世代との絡みはこれだけ入れてきてるのに、ウルージだけ蚊帳の外菜の花なんの伏線やろな。全然絡まんけど、実績だけ積み重ねる謎の男や。最悪の世代、ルフィ、主人公、ゾロ、四皇最高幹部撃破、キッドロー、攻撃破、ウルージさん、まだ出番なし、ポニー、革命軍出身ホーキンス、いいとこなし退場、アプー、器用貧乏、ベッチ、いい感じに収まった、ドレイク、味方になる？格差ひどい。ホーキンスの能力は、ジョジョやハンタに出てきそう。最近、結構、階層以外でも死ぬようになったんだな。頂上決戦以後はそこそこ、死んでる気がする。確かめてないが、最後が一番かっこよかったな。1% の生存率なめんな。アプーの方は汚いとは、家生き残るための立ち回りが上手いから、その辺比較しても、ホーキンスは残念すぎる。汚いというか、常に最善手を選んだら、ああなった感じがある。なんであいつわざわざ新聞配達に来てんの。情報やるから仲良くしようぜ。1% って 100% だよね。キッドたちが勝ち目なしの戦いに挑んでなお死なずにリベンジしてるから、自分も柄でもなく 1% の生存確率にかけてみたくなったりしたんだろうか。後で生き返ったりしても何の感動もなさそう。ある意味一番最悪の世代だった。最悪の世代最弱決定。こいつの占い何の意味があるんだ。意外と当たる。本当は占い外れてたんじゃないの。パーセントで出る占いもよくわからない。何が見えてたんだろ。占いというかデータキャラみたいだよな。まあパッとしなかったしね。ネオピエールとキャラが被っている。占いがチート級だから作者に消された。言うほどチート級か？降水確率程度の指針しか出さないから作劇の負担全くないぞ。今回の話理解してない？カイドウが絶対勝つ。未来が見れたじゃなくて負ける。未来を当ててたんだよ。恐ろしすぎる能力。こんなん作中にいていいレベルじゃない。漫画なんて運命が覆った。って言えばどうにかなる世界だしな。具体的なイベント全く言ってないし 100% でもないんで、やっぱ作劇の負担はないっすね。1% で生きてましたの前振りにしか見えんが、生きてたらなんなんだ。そもそも能力の性格自体がややげすい。魅力ゼロ、確率自体が正確に出てもこの物語自体が低い、確率を拾いがちな時点で意味が、パーセントでいいなら誰でも言えるんだよ。細かく的中させないなら占う意味がない。占いを的中させて有利に運んでいくならいいけど、結局未来を変える権利は平等にあるんだぜみたいな感じで相手のすげーを引き出すためのギミックに過ぎない。マムの攻撃を結構食らっても平気だった。キッドがこいつによる脊柱頭突きで苦しんでたから、マム級の攻撃力 99% 死ぬ可能性を覆せないようでは所詮そこまでの男よ。漫画の 1% なんか 100% の暗喩なのにそれが適用されない男。そのうち、老子で元気にやってるところを見れそう。ああ老子シリーズで、どっこい生きてた藁の中とか、納豆かよ。ああ腐ってるな。絶対絶命の状況に陥った、ジェルマ一家も全員生きてたし、死ぬ方が難しいのになこの漫画。キッドの藁人形は作って、キラーのは作らなかったのは、キラーはオロチの手下ポジションにいたせいか。苦しゅうないぞしてた時は最高に輝いてた。自分は折れたのに、きっとキラーは折れなくてムカつく。わら人形作ったし、きっとつぶってキラー苦しめたいけど、きっと殺しちゃったらキラーに殺される。適度にダメージ与える方法は、柱に頭突き。怠慢でキラーより弱い自覚はあったのか。
そもそも、わらわらの能力的に残機消費するってことは一回殺されてるわけだしな。まあ最初に登場した時から、ガッツや強いハート持って、そうには見えなかったもんな。能力的にローには絶対に勝てない。最後にちょっとだけ男を見せたな、ちょっとだけ。ローだったら自分の部下を人質に取られてもそのわら人形だけ抜き取れるのに、ベコたちをわら人形で人質にされた時おとなしく捕まったな。占いキャラだというのに変な意地で死ぬんだな。アプーは生きるために立ち回ることについちゃ最悪の世代スイッチっぽいから余計ホーキンスの特に何もなさが、ワノ国編叩かれすぎたのか最終章を早く締められるようにとか言ってるし、在庫処分的にキャラ減らしに来てるのかね。書きたくなったら劇場版でやればいいと悟ったから、基本的に死なないからキャラを大量に持て余すんだよ。ガンガン殺して退場させろ。ダメージ調整肩代わりとか、星草の藁に、そんな特性ありませんよ。そもそも、なぜ、そんな、高確率な占いができるのかも謎。クセ者みたいなキャラなのに、カイドウにビビり散らかして、ビクビク怯えてたとか間抜けすぎる。毎回低確率の占い結果だし、実は絶対死ぬよとか、言ってるのと同じレベルなんでは、腕を、藁で縫合とか、するのかと思ってました。普通に腕なくしたままでした。100% も 0% も信用できない漫画で%言われてもな、身の能力というよりスタンド能力っぽい、生きてたら、忍の熟熟の能力と合わせて納豆屋でも開くのかもしれん。やはり未来予知能力者は排除される運命。ベッジとの格差は一部当時想像もつかなかった。あんな結成されたかも、あやふやな同盟裏切ったのなんでそんな気にしてたの。逆になんで 1% あるんだ。こいつの身代わり能力カイドウに使えば、ある程度カイドウにもダメージ与えられただろ。カイドウにダメージを与えても効果はないので、どちらかというと、ホーキンスもカイドウ見たく無敵化するんじゃないかな。ホーキンスは逆の行動すれば 99% 助かるのに、それを捨てたんだからかっこいい。ルフィやキッドの味方になれば 99% 助かった。プライドが許さないしキッドも許さない。パーセント占いも身代わりバリアもかませ悪役のスキルすぎる。普通運命が覆らないとルフィたちに勝ち目ないだろう。戦争開始時にはカイドウ負けるわだぞ。運命通りすぎる。ニカとかの奇跡とかまで全部ホーキンスの余地に含まれてる事象。こいつ占った時点でカイドウにもマムにもルフィとキッドローが勝てるの知ってたん。自分が生き残る確率だからカイドウの勝ち負けとは関係ないぞ。もっとロングスパンで見るか勢力図の変遷でも読めや違うのに、その場その場で場当たり的に最善選んだつもりで袋小路行って積んだ落ち。他をどのぐらい占ったのかは知らんが、勝利側についてるはずの自分が生きる確率 1% ならそりゃ察するか。自分の生死すら翌日までしか見えないのリーチ短すぎんか。ホーキンスは能力が面白いのにお互い貸し切れてない。スカチョウ神聖はロー以外そこまで愛着なさそう。おう、おう、好き勝手言いなさる。改心してたんだろ。しかしルフィが数パーセントの確率を覆したとかじゃなく、ホーキンスの死に様のために勝ち確定バトルになるとは、カイドウを裏切れないっていうほどカイドウに貢献もできてないし、なんか死んだって感想です。まあプライドだろ。一回命が惜しくてカイドウについたのにカイドウが負けそうになったらまた手のひら返しするのはちょっと、裏切りは海賊の常識なのにホーキンスがちょっとおかしい。アプーはルフィ側が結構勝ちそうになったからカイドウ潰そうってなっただけでホーキンスが寝返った場合でも許さないとおかしいだろ。最悪の世代失敗組、ホーキンス、ドレイク。ドレイクとホーキンスはステルスブラックに本物ってなってるところが一番好き。ホーキンスはいいけどアプーはなんだあいつ無傷じゃん。3回殺されたよな。最悪の世代の中で一番デザイン好きだったんだけどな。劇場版で戦う場面で一人釘ピュンピュン飛ばしてる姿は浮いてたし、藁人形の能力持て余したのかな。というかワポルみたいなクズが許されてる世界だし、最悪の世代の人たちもなんだかんだ仲良くやって欲しかった。 1% あるなら生きてるんじゃない。最悪の世代のメンツは何かしら終盤に役割ありそうだし、アプーやベッジはシャボンディ初登場ぐらいの頃から書くの楽しいのか戦闘シーンに力入ってたけど、こいつは藁人形化で首の引っかき攻撃ぐらいだからな。指揮がわかると灰になる系だった。身代わりよりも勝ち筋を占える能力が割とすごいけど、本人の自力も底上げしていかないといずれ勝てるルートがだんだん狭まっていくのは分かってたよな。最悪の世代でこいつだけ隠したすぎるだろ。まあ情けなくてダサいのがこいつの人間味だと思う。でもこいつはキッドにマム以上のダメージ与えてたからちゃんと役割はこなしてた。あれで勝ちきれないマムが全面的に悪いわ。最悪の世代で唯一いいとこなしだったけど、今週のカイドウにビビって3回入りしたのにずっと折れなかったキッドたちに乗り換えるなんてできねえわ。筋通っててかっこよかった。ホイホイ乗り換えてうまい印吸ってるアプーと交代賞。占いの結果でもあったけど、膝を屈した時点で自分の限界を認めていたのは良かった。
ちゃ子が自己憐憫に浸ってるだけにしか見えなくてダサすぎ。こいつもだけどなんで海賊やってんのってやつが多すぎる。さすがに最終章だし、キャラ整理していかないと。まさかあのホーキンスがではなく、初登場時からおいおいおい死ぬわ、あいつムーブを見せてきた男。むしろ粘ったというか、だいぶ大きく扱われた上での死だからある意味そっちが予想外。小田さんの死なす、ラインと許す、ライン仲間入りラインがわからない。見た目微妙だったベッジがよキャラになって、ホーキンスがこんな扱い、なんだから世の中わからんもんだなと。これ普通に俺の占いが外れるとは。でよかったのでは。アプーの裏切りは予測できなかった。欠陥占い敗北者。藁人形の能力でいくらでも身代わりは立てられるのに、自分の筋を通して死ぬのは一応、ワンピ世界判定での男を立てたっていう感じでいいのかな。オダッチがたくさん作ったキャラの扱いに困り出していたとしたら、このまま死んだことにされる可能性も十分にある。キム様も出てこなかったり、黒ひげの仲間も簡単に倒されたりもありうる。ホーキンスのデザインは好きだったよ。もったいないって思うわ。能力的にも、立場的にも大活躍させうる、下地はあったと思うんだよな。ただ逆にこんだけ、いろいろできそうなやつを、こんな雑に使うのはやっぱ、もう畳に入ってるんだな。